セントラルカイロのゲズイーラ地区にあるゲズイーラ近代美術センター、エジプト近代美術館、ゲズイーラ近代美術センター、エジプト近代美術館のギャラリーの眺めゲズイーラ近代美術センター、またはエジプト近代美術館はエジプトカイロに位置する近代美術と現代美術に関する美術館である。美術館は ダウンタウンカイロの西のカスルアンニール通りでナイル川を渡ったゲズイラ島にあるカイロオペラハウスの国立文化センターの一部である。この博物館には20世紀初頭の先駆者から同年代のアーティストの作品までエジプトの芸術の移り変わりを示す1万点を超える絵画や芸術を展示している。博物館にはマフムード・サイード、ラーギ・ブラヤード、ムハンマド・ナーギー、 バーズビー・ヤスイ、ディ、インギー・アフラ・トゥーン、タヒー・ヤ・ハリーム、アブドゥル・ハーディエル・ガッツァールなどの著名なエジプト人アーティストの作品がある。さらに、博物館には、エジプトの現代アラビア書道の先駆者の一人である、イブラーヒーム・ムハンマド・ハリールの作品のコレクションがある。ギーザのマフムード・ハリール美術館では、モネ、ファン・ゴッホ、ゴーギャンを含む主要な国際的印象派画家の、 作品を展示している。ありがとうございます。